こんばんは、八ヶ岳のペンションアルビオンに来ています。12月の27日です。今時刻はですね、夜の10時45分なんですけども、ただいま微速度撮影という撮影法をしてまいりました。そして天の川を撮ってまいりました。微速度撮影法というのは、静止画をひたすら切り続けて、例えば1秒間隔で切っていくわけですけども、それを例えば15分撮ります。そうするとそのファイルがですね、動画ファイルとして記録されるというのが微速度撮影法です。15分を、2枚切ってきましたので、ぜひご覧ください。今天の川の撮影をしてきたんですが、冬空で天の川を見つける方法というのは非常に簡単です。まず北の空を見つけていただきます。そうすると、W の形をした、カシオペア座っていうのが見えてきます。だいたいカシオペア座がいるところに天の川がいるっていうふうに考えていただければいいと思います。そしてW のカシオペアから原骨3個分のところにいるのが北極星です。そして原骨3個分のところに、北斗七星がいるというふうな、感覚でいていれば、星空は識別がつくと思います。